中島めぐみの進化論。世界の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。中島めぐみです。今日はお知らせがたくさんあるのでお伝えしたいと思います。まず1つ目は、中島めぐみ神様のいたずら発売記念プレミアム握手会の詳細が決定しました。お待たせいたしました。発表しますね。東京会場が10月30日日曜日14時からラクーアガーデンステージにて、そして大阪会場が11月4日金曜日19時半から大阪ドーンセンターパフォーマンススペースにて、そして広島会場が11月5日土曜日13時からアニメイト広島で、そして福岡会場が11月5日土曜日18時から九州ビジュアルアーツ中ホールにて、そして名古屋会場が11月6日日曜日18時から栄ガスビルにて行われます。こちらは対象店舗で神様のいたずらをご購入いただいたお客様に先着で握手券をプレゼントしてます。封入特典ではないのでご注意ください。対象店舗はですね、ぜひ公式ホームページをご覧ください。そして2つ目が、初のファンクラブイベントのお知らせでございます。2011年12月11日日曜日、ラフォーレミュージアム原宿で初めてのファンクラブイベントを開催します。イベント名はずっと ILOVEYOU に決定しました。ということで予約受付が開始されます。10月15日土曜日12時から10月20日木曜日18時まで予約を受け付けております。こちらずっと ILOVEYOU はですね、ファンクラブ ILOVEYOU の会員限定イベントなんですけども、まだ今会員ではない方も間に合うんです。郵便振り替えでご入会の方は10月14日金曜日までにご入会いただいた方、そしてクレジットカードでのご入会の方は10月16日日曜日までにご入会いただいた方が申し込みの対象になります。ILOVEYOU はですね、盛りだくさんの楽しいファンクラブでございます。まだ始まったばっかりでイベントも初めてなんですけども、これからどんどん私自身も盛り上げていきたいなと思ってますし、何よりスタッフさんが非常に温かいです。こういろんな企画だったりを今も考えてるんで、ぜひこの機会に入会お待ちしております。よろしくお願いします。ということで今日も最後までお付き合いください。中島めぐみ YouTube 公式チャンネル「まめぐチャンネル」から全世界に向けてお送りする癒しのプログラム「中島めぐみの進化論」、本日もスタート。中島めぐみの進化論。中島めぐみニューシングル「神様のいたずら」発売まであと19日。シャキーンメールをいただいております。1週ごとにいただくメールの数がすごい増えてて嬉しいです。一歩一歩頑張っていくのでこれからもよろしくお願いします。ということであのですね9月24日に行われたクランプフェスティバルの感想メールがじゃんじゃん届いてまして、いやありがとうございます。すごく楽しいイベントだったんですけども、その中でこのメールを読みたいと思います。黒猫日記さんからです。豆ぐメモで書いていたメルシ様に驚かれた〇〇な話を聞けると嬉しいです。教えてください。そうなんです。クランプフェスのリハーサルをしていた頃にブログで〇〇なことがあって非常に嬉しかった。一人でうおーすごいうおーってつぶやいてて、メルシという私のマネージャーさんに突っ込まれた。何があったんだと。でこんなことがあって嬉しい。言ってたっていうのをブログに書いて、でもその〇〇の話はまだイベント前だから言えないっていうのをね書いたと思うんですけど、それをね今までちょっと答え合わせをしてなかったっていう、なんてド S なすいません、気にされてる方がいらっしゃるかどうかは、でも黒猫日記さんがね突っ込んでくれたんでお答えしたいと思います。これはですね、クランプフェスで寸劇というか舞台上でお芝居をするシーンがあったんですけども、そこに私小鳩で演じた三原千穂、三原千世役で1人2役で舞台に上がってたんですけど、そこでカードキャプターさくらの木之本さくらちゃんとセリフがお話できるところがあったんですよ。丹下さくらさんとの掛け合いのセリフがあったっていうことなんですよ。その日台本を見て、だってカードキャプターさくらですよ。まさか役とはいえ会話をする日が来ようとは、しかも舞台上でもう嬉しいとかを通り越してもう固まっちゃって、えみたいな、それがあまりに嬉しくてって言ってたってことだったんです。そういうことでした。丹下さんにはもう非常にバックステージでも優しく声をかけていただきまして、いや本当に夢のような時間でした。クランプフェス、またね、ぜひああいった大先輩方と共演させていただける機会があればいいなと思いつつ頑張っていきたいと思います。本当たくさんの感想メール皆さんありがとうございました。そして次のメールはハンドルネームなんかりょうさんからです。めぐみさんこんばんは。こんばんは。進化論は毎回寝る前に聞いて学校の疲れを癒されております。もうすぐ体育の日で休日がありますが、僕はその日から学校の合宿があります。そこでめぐみさんは体育の日に何か体を動かす予定はありますか？教えてください。ちょっといいかな。めぐみさんってなんかくすぐったいね。学生のね子からね、めぐみさんお姉さん的な、あ、お姉さんだよあれ違う、ありがとう。なんかそこが嬉しくなっちゃって、いやすいませんすいません、余談でしたけども、体育の日ね、もうすぐですね。さっきねスケジュール帳を開いてみて、体育の日私何してるかなーって見てみたら、どうやらお話をする喋る仕事が入ってるみたいで、まあその日はきっと一日マイクの前にいるんだろうなと思うんですけど、さっきじゃあバック転しながら喋りますってマネージャーさんに言ったら、すごい苦笑ってこういうことを言うんだなっていうレベルのマジ苦笑をされて、ちょっと今ねガチへこみなんです。いいじゃんねってかバック転できないけど、バック転できますか皆さん？できる人手あげて。はーい私の目の前にいるスタッフさんが手を挙げたんですけど、本当ですか？なんでそういう微妙なうなずきをするの？ラジオだからこれ動きが見えない。いやバック転はねなかなかできないと思うけど、でもねちょっと話がちょっと変わっちゃうんだけど、大人になるとさ、祝日とか休日ってだんだん意識しなくなるのね。私だけかもしれないけど、曜日とかなんかちょっとスルーしちゃうんですよ。だからこういう祝日、体育の日とかを大事にするっていうのは大事だよね。体育の日だから運動しないとね。学生の頃はそういう感じに捉えてたけど、もう運動をねしようっていう気にも、あれ22歳だよねまだ。なかなかそういうはつらしさがねなかなかなくなってきちゃってるけど、するよする。なんかりょうくんが合宿で頑張るなら私もなんかやるよ。なんだろう、何やったらいいかな。走る？走ろうか。私ね走るのすごい下手なんだってこの話したことあるかもしれないけど、あまりにも私の走りのフォームがちょっと不思議な感じなね不思議な感じだっていうことに、もうちょっと怒った友達が走りの練習するぞって言って、女の子なんだけどね、当時出たばっかりのムービーが撮れる携帯を持って公園に行って、走りのフォームを撮ってもらって、ここが違うでしょって指摘されながら一生懸命練習したの。あれちょうど10月頃だったよ。多分8年前の10月とかそんな感じ。少しは良くなってんのかな、のんちゃんのおかげでいまだにネタにされるんだよね。彼女はバスケ部でした。なのですごい運動能力も高くて、私はちょっと運動苦手で、なんか少しは改善されてんのかな。でも私鉄棒得意だったんですよ。急だけど鉄棒がね体育の授業の中で一番得意で、結構ね回ってたよ、ぐるぐる。ちくわっていうさ、足が痛くならないようにさ鉄棒にはめるやつあるじゃん。あれを使わなくてももうぐるんぐるんね、いいよって感じで回ってたもん見せてあげたいよみんなに。これだけはできたんだよ。コウモリフリオリができなかったんだけど、コウモリフリオリって手を使わずに自分の体をこう振り子のようにして、その反動で足を離して手をつかずに降りるっていう、なんかね、説明できない。私はこれ能力不足だね。私はちょっと磨いてくるね磨いてくるけど、そういうのはできなかったんだけど回るのが得意だったんです。なので体育の日に近くの公園に行って鉄棒で回ってみようかな。なんか鉄棒ですごい勢いで回ってる人を見かけたら、それは私かもしれません。声をかけるかかけないかはあなた次第ということで、本日はここまで。中島めぐみの進化論。私、先輩のことが好きです。中島めぐみの進化論。くすぐる耳元、君の好きな音をはじけたら見慣れた。今回のジングルボイスはハンドルネームハートフィリアさんからいただきました。ありがとうございます。13歳女子でございますよ、ハートフィリアさん。ありがとう。なんかもうお姉さん切ない。先輩のこと好きです。いい言葉や。なんかそういう恋のお悩みとかあるの？お姉さん多分ね、力にあんまりなれないけどちょっと気持ちを汲んで頑張ってやってみました。いかがでしょうか。ご意見お待ちしてます。なんかやっぱりこういう学生さんからのね、メールも嬉しいことです。ありがとうございます。ということで、今週もたくさんのメール本当にありがとうございました。進化論では皆さんからのメール24時間いつでもお待ちしておりますよ。恋の悩みも進化論宛てに送ってください。力になれない私が応援します。力になる気はあるんだよ。あるんだけど、ほらなんせ腕がね、経験とかさ、ほらないじゃんね。組んで、ということでアドレスを言ってくださいというあれだね。アドレスはmamegu@stardustmusic.co.jp、mamegu@stardustmusic.co.jp です。よろしくお願いします。ということで、今週の中島めぐみの進化論、この辺で。いってらっしゃい。さようなら。おやすみなさい。似ているなら今すぐ捕まえてよ。何気ない仕草の先にチクチク視線感じないの。もう待ちきれない。